おはようございます。今日冒頭私からはございません。お願いします。それでは幹事社の方から一問お伺いします。はい、2022年度当初予算案の各目明細書にですね、誤りがこの度見つかりました。それについての受け止めとですね、再発防止策の方をお願いできたらと思います。はい、昨日予算委員会でもですね、冒頭お詫びを申し上げましたが、予算の国会審議に関わる文書におきまして、このような誤りを生じさせましたことは全くもって申し開きできるものではなく、これよりお詫びを申し上げます。総務省としては今後同様なことが起こらないように事務作業を適正に実施するためのマニュアルの作成、複数者によるチェック体制の強化、幹部職員から一般職員までの意識づけの強化など再発防止策を検討し徹底してまいります。以上です。それでは各社さん、よろしくお願いします。NHK の筑波だと思います。今の質問に関連してなんですけれども、再発防止策について具体的にいつ頃までにの目処がありましたら。はい、今後につきましては、まずは今回の事案が発生した原因をしっかりと分析した上で、同様なことが起こらないように再発防止策を検討し速やかに実行してまいります。以上です。共同通信ですが、はい、話し方とワクチン接種について、先週末、自治体の手の調査でですね、2月末の対象者の接種を完了する自治体が 87% という結果が出ましたけど、これに対する認めて、なかなか2月末に開業しない自治体もありますけど、そこでのフォローなど、どういうお考えで進められるかお話しください。はい、これまでですね、追加接種の前倒しに向けて地方3団体との意見交換や、知事への電話による要請など私自身先頭に立ち、田畑副大臣をはじめ政務、事務一体となって、取り組んでおります。今般厚生労働省と共同で追加接種を希望する2月末までの対象者への接種終了見込み時期を調査し、先週金曜日に公表させていただきました。調査結果によると約8割の市区町村が希望する対象者に2月末までに接種を終了する見込みとなっております。今後この調査結果も活用し、都道府県と連携をいたしまして、市区町村の現状や課題について丁寧に聞き取り、関係省庁にフィードバックすることなどを通じ、各自治体における追加接種の体制確保に向け全力で取り組んでまいります。以上です。大臣、予算委員会がありますので残り1問でお願いします。昨日ですね、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会がありましたけれども、そこでヒアリングが民放事業者からありまして、マスメディア集中排除原則についてですね、緩和してほしいという要望が出たんですけれども、これについて大臣、どのように考えますか。はい、昨日開催された有識者検討会においては、事業者からのヒアリングなどが行われ、経営の選択肢を増やす観点などから、ご指摘のような制度に関する要望が出されたものと承知しております。本検討会におきましては、本年夏の取りまとめに向けて、こうした事業者からの要望なども十分踏まえ、今後さらに検討を進めていただきたいと考えております。以上であります。では以上で会見を終わります。すみません、予算委員会やってるものですから申し訳ありません。ありがとうございます。